残っちゃったそう、もうずっと邪魔になるじゃん、邪魔になるずっとです、はい悪いことは何回か分からないけど、はい、ゴゴチャイタイプ乾杯っていう感じでいつも、はい、いつもいや大丈夫です、はい、乾杯で、はい、今日のゲストを、はい、紹介しましょう。ご紹介します、国際交流基金アドバイザーの、アリスエ先生と、中谷先生です、はい、よろしくお願いしますで、新しい、ね、メンバーが加わったので、はい、じゃあメンバーからはい、2月から新たにメンバーに加わりました生駒と申しますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、もう視聴者は100人しかいないので50人で2回見てる私多分5回ぐらい面白いから僕は編集してて10回ぐらい見てるから実際20人ぐらいしかいないから多分この3人で見てあプラスなんか2年生がちょろちょろ見てる、ね、そうですね、はい、うん、あコメントしてくれたり、はい、面白かった真面目にやらないと、ね、で今日は、ね、せっかく、日本語教師の指導をする先生方2人いらっしゃるなので、まあ、インドの日本語教育の、これからの行方とかについてちょっと、まあ、簡単な、まあ、占いっていうかちょっと占ってもらおうと思って難しいですね、まあ、昨日のですね、学会がね学会でアリセイ先生が、まあ教えないない教師、はい、教えて教えすぎってしまあ教えすぎないすぎないように、まあ、教えない教師、はい、タイトルじゃ教えない教師教えない教師なんですね、うん、はいその話から、まあちょっとですねはいいろいろはいまあ皆さんの感想とかそうです、ね、ぜひ、何かいや私も聞いてて気をつけないといけないなといつもやっぱりどうしてもこう説明をたくさんしてしまいがちなので生徒たちにできるだけ活動を自分たちで考えさせる方向に持っていけないといけないなと思いました、ね、どんなそのね単語の意味でさえもう今の時代は自分たちでやろうと思えばできてしまうのでそういう、うん、なんていうか、そういう方法をその教室で教えるというか指導するというか見せる、うん、必要かなと思います。そうですね。私も学生時代はやはり電子辞書の持ち込みはもう禁止っていうルールもあ、まあ最初の1年はあったんですね、うん、それはどうしてもその抵抗はですね抵抗があると思いますね。あのやはりその教師としては、うん、まあ電子辞書はまあ電子あの紙の方あの紙っていうかその本を持ってきてもいいんだけど電子版はまだ信憑性がどうかなっていうそういう時代もあったんですけどもうその時代はもうとっくり過ぎてて今はもうアプリがもうどん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 開発されてて、はい、高校生の時英語の授業って紙の辞書しかダメでした。あ、そうですか。私のところは新学校でもうそんな紙じゃ追いつけスピードが追いつかないから電子辞書を買いなさいって言われて、中心学校になっちゃった。でもあれでしたね。結構厳しいというか、紙じゃないと、いろんな例文が見えないから、感じに言われたんですけど。でも今、電子辞書でも見れますよね。だって紙の辞書がそのまま入ってますもんね、今の電子辞書って。はい、てかもう電子辞書も使わないですよ。そうですね。今ね、昨日のほらコーパスの話もあったけど、はい、そちらの方がいろいろな例文がたくさん出てくるじゃないですか。そうですね、はい、歩くとか、歩くとかね、レクリオとか、そっちの方が使い勝手がいい時があります、うんうん、しかも言葉っていうのはもうどん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 進化していくものなので、はい、うん、先生、辞書使いました？勉強、日本語勉強。あ、もうそうですね、あの本あのちゃんとして本を、はい、本を使います。あ、はい、もう2001年の話なので、もうだいぶもう17年、18年前の話ですから、うん、周りにいっぱいいますよね。友達とか辞書代わりになる人。あ、その時あの高校はもうあのその辞書しかなくて電子辞書はその時は2万円だったのでだから2万円っていうのはまあ、はいちょっと高いっていうことで、あの、まあ、本を使っていたんですね。
先生フランス留学は長いと思う。フランス語の勉強はやはりその状況からっていうのだったんですか、それとも自分が習ってた授業、やっぱフランスとかの方が語学の教科書は進んでますよね。やっぱり最初からあの状況からとか、あとキャンドゥ思考、何ができるようになるかっていうので、文系から入ってくるっていう形じゃないですね。もちろん文系はもちろん各科にありますけど、やっぱりそれで何ができるかっていうのを大事にしているし、教科書ももちろんカラーだし、いろいろなフランスのその街とかをこうの写真もいろいろあるし、文化的なものもかなり入ってる。なのである意味今、ま、ね、北京が丸ごとって教科書出してますけど、あそこでやっとヨーロッパとか欧米のそういう言語 に追いついたかなっていう。もう20年ぐらい遅れてると思います。日本の教科書遅れてるっていうかコンセプトとしてね。それを言ったらインドもどうですか、その英語の教科書とか他の。実際どうですかね、教え方自体がね、そういう上から教えるパターンで習ってきた。そうですね、まあ大学の教師というのは、教師の、まあ、一応訓練とか教師養成プログラムはあるんですけど、ただ昇級の、ね、審査の、まあ、一つ、まあ、そのなんていうの、一つの、要素があって、まあ、訓練 教師養成プログラムという、なんていうの、学校の先生が受けるそういうプログラムがなくて、教師というのは、まあ、一応教わった、その自分が学生だった頃に教わったパターンで、同じパターンで今度 それを繰り返す、自分の成功事例をもとに、じゃあもう僕はこうだったんだから、もうなんて僕 その学生にも同じパターンで教えればいいんじゃないかと、そこで失敗しても、まあ、失敗したらその今度学生、まあ、学生のどっか足りないっていう、そういう結論に、はい、教科書とかもあんま変えたがらないのかな、自分が使った日本語、はい、それは本当に多い、そうですね、まあ、20年前とかと比べるともう、ね、教科書もすぐ、まあ、手に、入るし、まあ、みんなの日本語だけのみ その世界ではないので、まあ、ちょっとは開かれてる、まあ、そうですね、まあ、教科書も使わなくなるかもしれない。そうですね、はい、そうなんですよね、はい、教科書にやっぱ引っ張られすぎちゃいけないんですよね、うん、なんかでも僕があの前昔やったことがある研修の中で、教科書を使わない授業をどうするかっていうのがあったんですけれども、やっぱり教科書はなんて言うんだろう、その文系の導入の順番とか、そういう部分ではすごくよくできている。例えばみんなの日本語っていうのも、そういう意味ではすごくいい教科書なんですけれども、あの教科書はやっぱり昨日も話しましたけれども、文系から、なんだっけ、例文から練習 A にやって会話やってとか、そういうふうなやり方をしているとすごく使いにくいというか、説明せざるを得ない。そうなので、あの順番にこだわったりとか、あの教科書の内容にこだわりすぎると、結局文系さえもうまく教えられないっていうのかな、そういうことになってしまう可能性もあると思うんですよね。身につかないことが多いかもしれませんね。そうなんですよ、教えてもそれがこうちゃんとインプットできない、プラスアウトプットの能力が育たない。そう、分かったつもりにはなるけれどもっていう、そうです、目的が分からないんですね。そうですね、やっぱりその科に入ったとこで、あの文系があってじゃあ今日は竹を勉強しようと言ってもんって思う、まあ思うのがまあ普通なんですけど、あ今日はこれかみたいな感じで、はい、じゃあそこも心配なのは、まあ、今あの、まあ、教科書を教える、まあ、教科書を教えるという教科書で教えるっていうこの、まあ、すごく簡単、まああの なんていうんですかね、こう当たり前のことなんだけども、なかなか、まあその今のその丸ごとっていう教科書は非常によくできてて、今度それが丸ごとが今度次のみんなの日本語になるんじゃないかっていうのは、私もちょっとこう、つまり丸ごとの底にある考えが大事であって、丸ごとっていうだから積み重ね方式が大事であって、みんなの日本語ができてて、でみんなの日本語がいいっていうわけではなくて、そのまあ底に流れているその考えが、まあ土台が大事っていうのも、
だから丸ごとはだから今こう先生方の話を聞いてる、あの他の先生方のとお話をしているとやはり、あ、丸ごとは、この僕らの授業では、あ、まあ、適切ではないとかそういうのがよく出てくるんですけど、うんうん、それはただその丸ごとっていう教科書の中の内容であって、その考えが、ま、キャンドゥからじゃあ、ま、僕がやりたいのはこういうものなので、じゃあそのキャンドゥに合わせ自分のやりたいことに合わせてキャンドゥを作っていくっていう、だから今度丸ごとがみんなのようになっちゃう可能性はあるんじゃないかなと、うん、そうですね、うん、その教科書の見た目の綺麗さだとか新しい教科書だからっていうことで飛びついてね、その根本的な考え方とかが変わらないと結局は教科書に振り回されるというか、そうですね、そういう風になってしまうことは、あるじゃないですか、丸ごとが大事なんじゃなくてその中の考えが大事で、キャンドゥで考えられる授業になるっていうのが大事なんですよね、そうですね、まあ、その授業内容に合わせて教科書を選定する方向に行かないと、今は結構こう教科書ありきで教科書に合わせてじゃあ授業どうしましょうって考えることが多いと思うんですね、なのでそこからまず見直していかないといけないかなと思いますが、そうですね、でもみんなの日本語キャンドゥベースで教えてる人もいる、あ、はい、ね、うん、はい、そういうことも、はい、もちろんもちろん、はい、それもはい、難しいって言ってたんですけど、それでもできないことはない、うん、できると思いますよ、十分、今の一般公開講座で、丸ごと、あのみんなの日本語をキャンドゥでやっていますけれども、だからそのキャンドゥでやっていくとこうそのそれにその一つのその科で使わないものもあったりして、で学生からやっぱり、あ、先生この科のこれは1と2はやってないんですけどって、うん、いやそこはもうあのまた使えるのでとりあえずキャンドゥでいきましょうっていう、まあ、その学生との駆け引きというかその、まあ、交渉ですかね、うん、まあ、なんか分からないところ無視できない人が多いんですよね、ああ、教科書で全部知ってる、そうそう、全部かきっちりやりたいっていう、そもそも言語って当たり前ですけど、実際の実践話す段階とか使う段階になると分からないこと勉強してないことなんていくらでも出てくるわけじゃないですか、うん、それをどうするかが大事なのであって、うん、これやってません分かりませんじゃやっぱりね、うん、ダメなんですよね、うん、その分からないものをどうやって乗り越えていくか、うん、なんとかその場をごまかすかっていう、うん、スキルっていうのがねすごく大事で、そのごまかすスタテジーが大事なんですよね、はい、そうで、ごまかして分からないけど分かってるふりをして一生懸命頭で考えるとか、ね、みんなそうしてますし、はい、失速する、分からなくてもと、まあ、そういうふうに、はい、分かったふりをしながらも、まあ、どんな話をしてるかっていうのを推測するっていう、後で帰ってネットとか調べちゃう、それはさ、語学だけじゃなくても何でもそうじゃない、はい、僕らもなんか専門的なディスカッションしてる間に、うん、全然分からない言葉とか言われて、うん、あ、そうですね、それも大事ですねとか言って、後でネットで調べて、そこでは当たり障りないことを言っておいてさ、そこですみませんって言って止めちゃうよりは、はい、うんうん、まああれですよね、そう、でも場合によっては止めることが大事な時もあるし、一回一回やっぱ違うじゃないですか、そうですね、その場の空気を読む力っていうか、そう、仕事の場合それがすごく大事だと思ったら、 それはすいませんちょっとわからないですけどって恥ずかしくても言う、でもそれがどうでもいいところだったらスルーするっていう、そこまで、ね、そういう能力、コミュニケーション能力じゃないですか、そうですね、そういう意味では何でも聞いてしまう、これわかりませんってやってしまう人ってひょっとしたらコミュニケーション能力が低いっていうことにもなりかねない、重要な情報をピックアップするっていうね、うん、あの能力も大切です、そうそうそう、自分で考えるとか、うん、推測するとか何でも聞けば返っちゃうとそっちに頼っちゃうから、あ、そこでもあれなんですけれども、あの私たち教師は意外と聞かれたら答えてしまうじゃないですか、うん、そこでそう、じゃどうだろうね、じゃあ調べてみてって言って、そこでこう自分から調べる、能力じゃないけど、うん、習慣を身につけさせる、うん、それも大事かなと、うん、それ日本人の先生はそれはやりやすいと思うんですけれども、うん、やはりインド人教師だと、あ、この人多分知らないからこういうこと言ってるんじゃないかっていうイメージが出てくる
かもしれません。でもそれでいいじゃないですか。なんかダメな先生ほどいいんじゃないですか。学生がなんかすごい面白い自立していくっていうか。でもそれをすごいインド人の先生は嫌がりますよ、ね。でもそのプライドがあるからです。なんか私たちって日本人としているかって言われるのは、先生は日本人だからそれできますよねみたいな。でも逆に言われたら日本人なのに知らないって言われるのが、そうなる、知らないふりしてるって思うんじゃないですか。どうですかね。そんな上手にできるかな。まあ、でもすぐには教えてあげないっていうことをすれば、昨日もあの背中にあったの、待つっていう、待つっていう、待つことができない人多いですよね。出ない、言っちゃいますね。ついつい空気に教えてくれ、空気に。そうそうね。でもうこの先生に聞いてもダメだって思われるぐらいがいいんじゃないですか。自分でやろうと思うんですよ。それも大事。確かに私が高校の教師になった時に、こんなに多分見た目からして全然頼りない教師で、本当に初めてその担任になった時に、もう後で聞いたら生徒たちは、いや大丈夫かなこの先生って思ったらしいんですよ。だから 生徒がすごいしっかりしましたね。あ、この先生大丈夫かな、いつもなんか先生配り物はないとか常になんか言うんですよ。それぐらいが多分親しみやすいですね。うん、どうですか、インドの学生を教えて。なんかいや、はみんな真面目で、はい、私はとても楽しく授業してます。やっぱり教えてほしいっていうその視線に、そう。でもどうかな、結構自分で考える子も多いと思いますけどね。ここの学生って考えてる感じ、考えてる感じしますよね、はい、うん、すぐ教えてっていう感じではない。あ、そうですね、分からないことがあるとすぐこう携帯取り出して自分で知らんそうですね。どうしても分からないと、それでも分からない時とかは何ですかって聞いてきたりしますけど、よかったインド人に対するイメージが変わりました。会話の評価っていうのは、私も今日本教師やっててすごく難しいと思ってるんですけど、会話の評価っていうのは、まあ一番いいっていうのはあれなんですけど、まあ、理想的なその評価の方法というのは何かあるんでしょうか、ね。難しいですよね。何の観点から評価するか、それもちょっと、ね、うん、文法の観点から評価することももちろんできるし、それは今までの伝統的なやり方だと思うんですよ。でももっとやっぱ一番簡単なのは、いわゆるキャンドゥなんですよ。それがその課題ができたかどうかっていうので評価する、うん、で、まあ、それどうしても主観的になってしまうんですけど、言語ってどうしても主観的じゃないですか。そういうのって分かるか分からないか、目的が達するか達せられないか。だって同じことやっても聞き手の方が何て言うんだろう、いろいろ推測できる人だったら、その聞いた人のね意図とかを汲んであげられるし、そうじゃなくて全然なんかはっきり言わないと分からない人ような人だったらちゃんと答えられないわけですよね。だからどうしても主観的なものだって、受け手によるっていう、それはまず絶対前提としてあるので、だからそういう意味ではキャンドゥの評価にして、受け手って、まあ、評価する先生の側がなるべくニュートラルになるっていうのかな、うん、キャンドゥができたかどうかでロールプレイテストで判断すると、そこまで文法かっちりじゃなくてもそれがクリアできてたらもう OK なので、またちょっと見方がやっぱ違うんですよ、うんうん、ちょっとできなくてもそのキャンドゥさえできてたら、まあ合格っていう、私になっちゃう。だから必ずしもそのこっちが予測している文系を使わなくてもできることはある、ストラテジー、うまいストラテジーできる場合もあるし、特に下の方のレベルだとね、そうなる。ただ上の方のレベルになるといろいろな条件が出てくるので、やっぱりある程度文系とかそういう語彙とかそういうものが思ってないと、あ、ちょっとできてないなってなるわけですよ。そこら辺の基準作りっては結構やっぱり難しい部分はありますけど、やっぱり先生方でいろいろ話し合って、これぐらいだったら A2 レベルだよね、 B1 レベルだよねっていう、そのレベル感っていうのかな、うんうん、そういうのはしっかりつけてもらわないといけないと思うんですね、うん、それが大事かなと思います。発音とかはあんまり気にしなくなるんですね、キャンディー、うん、まあ分かるか分からないか、分からない、あ、そ
でもそこで問題になってくるのは、僕らっていうか同じ学習者、例えばインド人の学習者に慣れてしまうと、インド人の発音は分かるようになっちゃう、はい、確かに。そこでどこまで自分がニュートラルになって、初めて外国人に接するような日本人の感覚でいられるかとか、それ難しいですね。それは難しい部分があるけど、そこはやっぱり教師としての、なんていうんだろう、プロだからこそできる客観的な視線って、視点っていうのかな、そういうのはやっぱり育てないといけないなって感じはしますよね。確かにそうですね。普段からの、なんだろう、先入観、普段の態度とか、何ですか、その普段はすごくよく話ができるっていう人だと、やっぱりそういうのが入ってきちゃう気もしますね。そうですね、はい、ある。それもその試験でちょっと失敗してても補正かかっちゃうっていう。そうですね、それもでもある意味試験の目的によってよるし、うん、試験がその客観的に本当にその試験1回で判断しなくちゃいけない場合は、そういうものは極力排除しなくちゃいけないんですけど、うん、その人が上に上がってこのまま勉強して続けていけるかどうかっていうのを見るためのテストだったら、うん、もちろんそういうものが入っても全然いいと思うんですよ。です、ね、1回の試験がね、ダメだからって、あ、いつもいいけどこの日テスト、この日風邪ひいてて調子悪かったからダメだよとか、声が出てないからダメだよとかだったら、あまりにもひどい。だから何のためにその試験があるのかっていうことで、その客観性とかその基準が絶対変わってくると思うんですよね。やっぱり試験も、そう、授業ももちろんそうなんですけど、試験も何のためにその試験をやるのかっていうことを考えて評価を作る、それが大事だと思います。